はい、こんにちは、拓郎と申します。今日は、整数。当チャンネルとしては新しい問題です。3辺の長さがこのような三角形があって、周の長さが16分の25。整の整数 K、X、Y を求めてくださいねって問題です。はい、まずね、ね、一つ橋で品質ですが、三角形の存在条件です。三角形ってね、こう一辺があって、ここにコンパスさして、こう、動かすんですけど、 短い辺二つ足して長い辺に足りなかったら三角形が存在できません。ね。書いて、書いてみたらわかりますけどね。それだけ覚えてれば OK です。最長辺は他の2辺の合計よりも小さい。ね。まずその条件を立てに行きましょう。こいつはね、こいつは明らか小さいね。<laughs> この辺が一番小さそうなのはわかるんですけど、2辺どっちがでかいかっていうのは、X と Y の代償によるので、X と Y は条件として対象ですから、一般性失わないんで、こういう風うに置きます。ね。ということで、最長辺は X 分の K ですね。もちろん、X イコール Y のこともあるかもしれないけどね。 短い辺二つ足したら必ず最長辺よりもでかいっていうふうなことですね。あとは、シチューの方もね、式にしておきましょう。周りの長さです。はい。ということで役者が揃いました。ね、この二つと、ね、正の整数であることを用いて、K、X、Y を絞り込んでいきます。で、ここが難しいんですよね。 1>, 1と2からこの辺消去するのかなと思っていろいろこねくり回すんですけどなんかちょっとうまくいかないんですよね。ね。あるいはなんかこう整数っていう条件ですからね。等式の方を 16xy をかけてね、分母払って因数分解するんだけどこの k っていうのが厄介でね、なかなかうまくいかないんですよ。ね。k の数が分かってればね、16xy かけてね、約数、正の約数の形にしてしまったらうまくいくんですけど この形のせいでね、うまくいかないんですよ。ということで、実は今回の手がかりは、こっちにありました。まず整数問題ですから分母を払ってね、左辺右辺を整数にしてやります。これ、かなり見通しがいいんですね。2と違って分母16がないんでね、めっちゃ計算がしやすい。そしてですね、整数問題の考え方は、因数分解して約数。 範囲で絞り込む、余りで絞り込む、ですけどね。まあ、範囲と見てもいいし、正の約数と考えてもいいですが、これね、移行して、k でくくってやります。こうなるんですよね。わかりますこれ、左辺0なんですよ。 正の整数、0以上の整数だからです。そして、ここが0以外ありえないですね。はい。ということで、実は x イコール y が成り立ってたわけですね。はい。ということで、x イコール y が分かったから、 こっちに代入してやれば、文字が減ってるから何とかなりそうなんですね。文字が3つの時はきつかったけど、文字が1つなら何なとかなる。また分母払いまして。はい。二次方程式になりました。もちろんね、ね二次方程式を解く方針でもいいですが、 因数分解範囲余りを思い浮かれれば、因数分解でも OK ですね。右辺定数にして左辺因数分解って感じで。X が16の正の約数ですから、こっちもね、16の正の約数ということで、候補がね、一気に絞り込みます。こっちの方がちょっと早いかなって感じですね。 はい。ということで、あとは、それぞれ K を求めてあげればいいですね。X イコール4の時だけ、K が整数になってくれます。なぜなら、ね、ここの違い考えたら、ね、 二数の違いが8の倍数になっとらなあかんので、3見たらいいですね。15,6,0,-6,-15 ですから、8の倍数になってんのこれだけですね。x,y が4で k が3という風うになりますね。ということで、一応代入しておきましょうか。えー、っと。ということで、16分の12、16分の12、16分の1っていうことで、 合計が16分の25になってますね。大丈夫そうです。はい。まとめ。いつも申し上げてますけど、整数問題ですから、因数分解範囲余りのね、解法の候補がざっと出てきてね、どれでいこうかなっていう風に考えられるようになっておいてください。そして、ね、一橋、三角形の存在条件がね、よく出てきます。まあ一応公式もあるんですけど、けどほとんどの場合、最長辺を特定できるので、 簡単な不等式一本になります。のでね、最長辺は他の2辺の和よりも小さいっていう風に日本語で頭に入れておいた方が個人的にはおすすめです。今日はね、整数の問題。こっからここに気づくのはちょっと難しかったかな。ちょっと発想しづらかったかなという風には思います。はい。今日の授業は以上です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。